馬車道今井定番ラウンドファスナー長財布の出来上がりです。前回までもスペシャルなお仕立てだったんですけれども、職人ジャックが今回からまたさらに究極のお仕立てで作り上げてくれました。本当に素晴らしい仕上がりになってます。多分ラウンド型でこれだけのクオリティのお仕立てはないんじゃないでしょうか。本当に素晴らしい仕立て の長財布が出来上がりました。はい、こちらがクロコの中でも最高級のポロサスになります。四角い風と丸い風 の形がはっきりしてるっていうの と、やっぱり風の、細かさが特徴です。それとすごくツヤもいいですし、革自体を触った時にすごく柔らかくて上品な感じです。こちらがネイビー、こんな感じです。で こちらがブラック、こんな感じになります。はい、こちらは、今回から初めて扱うようになりました。クロコに、墨染めを加えたものです。墨染めをしたもので、こんな感じでワイルドな仕上がりになってます。これかなり今回注目を浴びてます。かっこいいです。一言かっこいいっていう感じです。でこれとこれの違いは単純に革の大きさの違いってことはイコール、負の大きさもこんな風に違ってきます。これはお好みかと思います。どっちもかっこいいです。はい、こちらは墨染めのパイソンです。パイソンの方も、墨染めをかけたらこんな感じになって、この革もなかなか貴重な一点です。すごく個性的でワイルドな感じです。ここの符もこれだけがっつり大きいのでかなり迫力があります。すごくかっこよく出来上がっております。はい、こちらナイルクロコになります。今回のこのターコイズブルーは、写真だとちょっと薄く写るんですけれども、実際はとても綺麗なターコイズブルーです。こんな感じです。すごく綺麗ですね。鮮やかなブルーです。でこちらは定番の黒になります。他の色もありましたがちょっとご予約で、他の色はもう売れてしまいました。はい、こちらは、ヌバククロコのネイビーになります。こんな感じです。これもなかなか表情があって面白いクロコダイルになります。もともとの革の表面をヤスリでこう削ってこう毛羽立たせてるという感じです。これが使っていくうちにまた毛が寝て本来のクロコに戻るというようなイメージで毛根変化をします。すごく面白い表情になってます。クロコを今までお持ちの方にはこれもおすすめではあります。はい、仕立てなんですけれども、今回は職人ジャックが本当にこだわってくれました。まずはここの表面の、外面は全部手縫いになっております。で中の仕様は、前回と同じなんですけれども、この中には、目には見えない職人ジャックの本当にこだわりがぎっしりと詰まっております。でもちろん前回と同じように革はイタリアの革を表側にでも使うような革、いい革を使ってもらってます。あとシリアルナンバーを今回からここに入れることにしました。多分半永久的にこれは使っていただけるお財布に仕上がっております。はい、これは、私が1年ほど使った財布になります。使った当初のまま型崩れが一切してません。それとなんか何のほころびもないという感じです。至って綺麗な状態のままです。中もこんな感じでほころびが一切ありません。で私は、こんな感じで使ってます。ここにちょっとしたカード、あとここに8枚カードが入ります。でいつもはここに領収書を入れて、で小銭は上げ底になっているので使いやすいっていうのと、無駄にこの中に入れないようになりました。そこもすごく上げ底にした分いいです。あとここは万札を入れるようにしてます。であとここは、お客様に習ってこういう1億に折ったものを入れたりとか、あとお守りを入れるといいって言われて、お守り入れのここは神聖な場所にしてます。で通常使うお金がここに入ってて、あとこっち側にも8枚入るカード入れになってます。でここはまあちょこっとなんか
メンバーズカードみたいなのをちょっと入れてます。こんな感じで普段使ってます。全く何にも綺麗な状態です。本当にあの仕立てがいいと こんな風に綺麗に使えるのかなっていうぐらい綺麗な状態で使ってます。